小屋っていつが季節ですか？今です。うん、今です。だから今あるんだな。なるほどね。俺ずっとさ家帰ってねえからさ、最近やっと大きくなったんですか？小屋、うん、1ヶ月前はこんなんだった。やっとね。小屋って海に生えてるの？海にね、あのそれをこう岩っぺりの方って口で。いや、うん、あ、根っこは見せたけど、根っこみたいなのがついてるんだよ。え、生えてるの岩から？へえ。いや、生えてるんじゃなくて、突起が、あれこれが一生懸命くっついてる、うん、しがみついてる。生えてるわけじゃねえよ。わかんないよ。小屋って寒い時じゃないの？違うんだね。まあでも冬を越したりしますけどね。いや、この間の震災の時からね、やっと帰国をしましたっていう感じのものね。セシウム満点。セシウム満点。セシウム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 。放射物質が含まれている。おいしいホヤ。ああ、栄養満点。うん。放射能を食らわないとね。どうする？白飯があるけど。こっちは。私こっち派だな。こっち派とかじゃない。3個ずつ。こっちから。力食うの？ここはいいと思う。前それくれてるから。いただきます。いただきます。アナゴチャンネル。アナゴ。この間さ、あ、ちょっとゆず、あ、ゆず少し、はい、なんかさ、うん、お土産に持ってきた穴子って、なんか穴子店にあったやつ、うん、あれうまくなかった。あれは担当師、うん、担当さん、担当さん、ここ、うん、あれびっくりでしたと思うよ。びっくり、あ、あの子、はい、はい、これどっちだっけ。あ、じゃあこっち行ってもいい？どれ？こっちの方がいいかな。あの穴子うまかった。あれは何穴子？これ？これ？うん、タレ？うん、これなんか好きな方って。好きな方って。うん。火曜日だもんな。うん。俺明日日本酒頼まなきゃ。半端なくうまい日本酒取る。ずいぶん頼んでないけど、あるのかな。取れるのかな。何が？龍神、相山って日本酒。うん。なんとか江田国くんのとこで、はあ、飲んだ。基本的に多分全部寿司屋は季節もんだよ。ん？寿司屋は季節もんだよ。まあ年間通してあるものもあるけど、うん、普通にあるものもあるけど、うん、こや親って一番うまいと思うんだよ。あ、嘘、生牡蠣の次。じゃあうまい。で、特攻だから。うん。あ、でも違う。白子ポン酢もその次だな。親。白子の
俺23の時で初めて来たの。手前三個行ってね。これ三個？うん。分かった俺と。あ、ダメ、これ写真撮るの忘れた。俺、ちょっと待って、うん、大きな違いを発見した。何の？おそらくなんだけど、うん、なんとなくこの3つ目は結構ヘビーなのかもなと。あと、なんかこうやってかけて、したりするより、ピーってこう、あのさ、マヨビーズみたいにピーってかけて細くかけた方が美味しいんだろうなみたいな。わがまま言わないで。なんかそこがさ、いつもそうしてくれるんだよ。最初のね、当たった時のこうなんだろう、うん、それこそその質感、ディテールが違う。ディテール、ディテール、ディテール。ディテール言ったら、ボロクソ言われたんですよ。まあそれはでもなんかさ、うん、マウント取られたやつ、マウント取っちゃった方がもう好き勝手に、だってもう泥をかけるから分が打ったっていけちゃうんだもんみたいな状態だからちょっとずるいよ、うん、関係ないこと言ったってさ、結局やってから言ってくださいって後からつけちゃえばさ、身も蓋もないわけじゃん。ね。申し訳ないですけど、そろそろラストオーダーになってしまうんですけど、はい、お食事の。はい、大丈夫です。大丈夫です。はい。すいません。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。なんか、これ前、なんか、その大悟くんとさ、大城くんと一緒に、あの、なんだっけ、オースって分かる？ん？オース。うん。表参道。あ？違うよ。渋谷にちゃうんだよ。ちっちゃいとこ？うん。あの、頭からちゃうんだろ。なんとなく分かる。あの、六本木、トンネル抜けて、並木橋からずっとこう、まっすぐ行って、渋谷2丁目のとこで。うん。そこに行ったらさ、キャンプが来ちゃってさ、って話してた、うん、でも喧嘩を始めちゃったからさ、うん、ああよいしょよいしょって連れてったわけですね、うん、本当俺はあの時004になったつもりぐらいでいたんだけど、うん、あれちょっと待って、うん、おいおいよかったすごい止めよかったどうしようかと思った。アナゴチャンネルが、うん、あの時はでもあの時でこうなんかお客さんをこう自分のところでこう育てるとかさ、そういうのが全くそういうのはしなくちゃいけないよみたいに、うん、教わったことが教わってきたから俺たちはなんか、うん、でそういうふうにしてきたし、うん、だけどもうダメな客はもう排除排除排除みたいなさ、うん、本当学校をすぐこいつすぐ退学させようみたいな、うん、そういうふうにするなんか先生みたいなさ、うん、ちょっと それじゃあ何の解決にもなりませんよ。結局そいつ大学になった後ろくでなしになってヤクザとかになってみたいな、うん、さあ、うん、なんかこう
当に何もなんか良くなっていかないみたいなことを思っていたんだが、うん、まあ、あの件に関しては俺が甘かったのか知らないけど、ひでえしっぺ返し食らったからね。まあそうですねそれはケースバイケースじゃないの、相手による相手バイ相手、うん、相手が悪すぎた。悪いっつうかね、相手悪い相手っていうのがこっちと、もう一個もそこでかなりあれ、アウトレイジの話、全員悪人ってこと。あ、全員悪人なんだわ。あ、でも昔言われたよ、あのカリスマ顧客だった、うん、その優香と秋っていう子に、はい、2000円借金事件ね。あっさんは悪だけど、キャッピーは、うん、悪だよねみたいな、うん、絶対悪、絶対悪とか決まったね。じゃあ悪と悪の違いは、悪と悪の違い、そう、そこをちょっと、じゃあどう思う。どうだろうね、必要悪っていうものがありますからね。まあ不必要悪もあるけどね不必要悪みたいな、あのほら抱きしめてテナイトみたいな。え、それって え抱きしめてテナイトは不必要悪、うん、完全なる抱きしめてテナイト、うん、だ締めないで、明日の夜も、うん、そうそう、ナイトどころの騒ぎじゃない、うん、一生踊っててください。ていうか本当、俺こそ本当に抱きしめてあげてたのにもう抱えて、うん、それなのに、その日のそれに対しての、すみません、そのレジだけ閉めますので、はい、酒だけ先いただいてよろしいですか、はい、申し訳ありません。はい、あのタッチションベンと、あとなんだ、あ、うん、タッチションベンと、いよいよ、まあそれ以前に、あの飲み台踏み倒し、無銭飲食、アンドなんだ、それでトシちゃんはって言われたやつ。え、違うでしょ。うん、違う。いや無題でね。あ、無題でね。うん。そもそも俺は怒ってたのに、うん、なんで俺が俺だって怒ってるのに、どうして俺がこいつを助けて、連れて帰ってあげなきゃいけないんだろう。まあ友達だからなとか思っていたんだが、うん、あ、参りましたよという。の結構です。はい、どうぞ、じゃあこれ。はい、そうね。で、彼の Facebook に、うん、彼がなんかシェアしてあげていたものが受けた、見たら、うん、自分が一番、自分がいいときよく言うやつだけどさ、自分がいいときにではなくて一番。自分が一番悪い時、うん、まさにあの時じゃん、うん、もうあっちこっちで本当もう相当評判落としたと思うよ。でも本人全部記憶ないんだもん、うん、それが立ち悪かったんだろうね。俺がどんだけ決意してたかっていうぐらいさ、別に言わなかったけどさ、あとでちょっと言って少しだけ言ったけどね、だってそれ覚えてないでまたでけえ顔してあっちこっち行ったらさ、なんでこの人この間のことごめんなさいもないのみたいに思われたらかわいそうだなと思ったから、少しだけ軽めに教えてもらいましたけど、具体的なことは何も言わないで、いやいやいや、あれ何の話してると思ってたんだっけ、出ました、嘘、まずはいはいはい、トシちゃんを助けて、でそれでフェイスブックでシェアしたのが、間違った人と付き合いをしてはいけませんみたいな、で自分が一番悪い状態の時に一緒にいてくれた人、その人が一番大事な友達です、
それを履き違えたり間違ってはいけませんっていうのも書いてあったら、うん、おいとあと間違った男女の付き合いすごいね、うん、ナイスプレーナイスプレーいいと思います。それはそれなんでしょう、うんうん、多分それ何年後かにもう一回 見直してもらいたいな。あとすごいのはあもう一個その涙を踏み倒した時、うん、1時間前ぐらいかな、うん、あのこの間の保坂長野君の店、うん、でジブラのバースデーパーティーやってて、うん、そこにちょこっと寄ってたらしいんだよ、うん、あのその時のアップしたコメント、うん、みんなあの大人としてかっこよくなってて、とてもいい夜です。なんだお前。親心が働いちゃったんだよね。恐ろしい、もう理不尽極まりない。暴言吐いて、それで飲み台踏み倒して、しかも宮本に払わせろって。その最後の捨てゼリフだったからね。いいと思います、そういう生き方でも。ねえ。うん、あのコメントをちょっと写真を削除しておいてほしいな。一応それ俺あのあれスパム報告しとけばこの記事を不適切なあれとしてでみんなでやればさ消えるんだよ何人かで。いや消えるより取っといてこう無料見物できるように。俺はあの URL とそのスクリーンショットをアップした5分後にも取ってあるんで、なんかあ今ぐらいだったらちょっと面白いかなみたいな今でもどんぐらいだろう、うん、インスタの方でアップするやめなさいやめなさいってお前みんないい大人になってみんないい大人になってなんたらかんたらうるせえよやろう